はい、おはようございます。4時半ですね。5時前です。今もふと仕事やってました。くたびです。あれどうやってくっついた、ついたね。昨日は今の時間で200ぐらいでしたね。ちょっとですね、今日はどのぐらいですかね。反省して甘納豆もラーメンもビールもワインも飲みませんでしたまあなんかこの血糖値上がるのは反省する材料になるところがいいよね反省こうやってね、パッチンこってやってね、こうなってるところでよいしょと。老眼鏡がないとうまく見えないんだよね。147、ちょっと高いね。150だもんな。つき方が悪かったね、多分ね。老眼鏡ないとうまくつけられないんですね。きちんとくっつかないと。147はちょっとね。よいしょ、これね、出ましたね。こう出たところに、こういうふうに入らないとダメですね。154。ああ、やっぱこのそのぐらいあんだね。はあ、ちょっと憂鬱ですね。まあ明け方っていうのは、ずっと血糖値高いんで、明け方高血糖ってね、僕らの恐怖の的です。これ落ちなくなるとなんか薬とかね、なんかいるんじゃねえのっていうね。サプリメントなんかもありますね。下げるサプリメントとかね。まあ憂鬱だわ。まあいい、しばらくちょっと様子見てみましょうね。はい、今日は何やるかというと、何しようかね。随分いろいろと少なくなってるからね。ほら、たくあん打ちつけたやつ、うん、うまい。うん、あんのひらぎ、なし。これ今日は味噌汁しなきゃね。ね、これは焼きましょうかね。鶏のこっちの肉は煮めしましょう。鶏の弁当用にはこれがね、肉団子ね。こういうのも使いね。当然厚揚げ、ね、これも煮しめにしましょう。鶏の胸肉の煮しめだね、今日のメインはね。これはチーズだね。あと卵焼きも作ればいいか。うん、そうしようかね。たくあん、うまい。カンボコの煮しめ入れましょう。で、野菜煮しめだからレンコン入れようか。でっくレンコンだね。あ、ごぼうこのぐらいでも100円。ごぼうに煮汁だよね、煮しめすれば。ごぼうの煮汁、キノコもいるよな。もう、スナップエンドも入れちゃおうか。青いもの入るからね。煮しめに入れるときは最後にピラッと入れてください。ピラッ、最後ピラッとね。最後ピラッ、最後ピラッ。最後ピラッ、なんか無駄しめじゃん。いっぱいあるぞ、これ。これもそう。あ、これはあれだね。別だね。これはあのキノコですね。ネギはネギネギで入れなきゃいけないからね。
うちの方は、お、大根あった。今ね、大根たっぷりだね。こんな小さいでもものすごいっぱいね。まあ大変ですよね。でも健康に美味しい、美味しい、美味しいを作るには、それが必要だね。ほら、もう何もない材料ね。よいしょ。まずは何からと言ったら、よいしょ。ね、これをね、水に浸しといたのね、これね。里芋に、これね。あ、もう悪くなりそう。ね、みんな食べちゃうとダメだね。なんか飲めっこいね。ここがね、死んでる。まあ大丈夫だけど。よく食べちゃったね。まあ仕方がないね。世の中仕方がないで、それはそれがそれがない。仕方がないで、それは警察はいらないんだったっけ。ちょっと違うよね。どうしようもないですよ、やっぱだろ。違う。それも警察関係ないんですよ。世の中他に道がないですれば、それも警察関係ないって、うん、なあ。よいしょ。まずこれに入れましょう。温めてる間に鮭を焼かなきゃいけないね。鮭。ちなみにうちにはパイ皿はこの3枚、あ、4枚。この辺4枚あります。サイズの違うやつがね。これを大抵使いますね。焼くときはね。パイ皿で焼くときは、油が逃げないからいいですよね。ここで焼いてもいいですよ。もちろんね。焼き網のところで焼いてもいいですよね。パイ皿乗せて焼き網乗せても構わないんじゃないかなといつも思ってますけど。やったことはない。はい、これ鮭ね。鮭オール、イン、ゴーで、次がレンコンまずレンコンからいきますか。連れてきましたよ、レンコンを。これレンコンをしただろ。なんちゃってね。この間も言ってたね。レンコンって言えばそれ以外に言うこと知らんのかな。知らんよ。あ、なんか揚げ物もしたくなってきちゃったね。今日のタンパク質をどう取るかの設計がまだできてませんね。まあ、鶏肉はこれでわーっとやっちゃいますってね。うん、これはでっかいレンコンだね。いいのかな。あんまりいい色じゃないね、レンコンね。これまた半分にしよっか。一口小さい方が良さすぎるね。はい。人参ね、人参。もうごとごといってきました。ごと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 。よいしょ。ああ、今日こんにゃくがねえんだ。知ってた。
タタタン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 。そこで横浜あれ違うかあの人誰だったね、なんて人だったっけ、歌ってた人石田亜弓かな、石田亜弓さん好きなんだよね、俺もうあの、おっぱい野獣デカっていうように出ててね、あの、いい味出してたね、野獣デカの、あ、野獣デカはあの、泉谷しげるさんも大好きだし、尾形健さんも大好きだし、もう、あの3人のどうしようもない関係、いい映画でしたね。もうあのね、社会の底辺の中から、ここの相当底辺の方で、まあこんなもんじゃないのって感じでね、あれね、学生が中学でね、あの人がね、いじめさんが覚醒剤中毒の鎌田軍人さんみたいな、鎌田軍人さんって別に知り合いじゃないんだけど、なんか他人とは思いませんけどね、すごいああいう人でしたね。ポッカンポッカンなんだよね、ポッカンポッカン。ちょっと水に浸しておきますかね、なんかちょっと今悪くなる、ちょっとだけですか、ね、はい、で、里芋くんが3つ、里芋くんたら、どんな色、どんな色見りゃわかるだろう、里芋のネタよ。もうね、めんどくさいから10メートル下にこのまま行っちゃってますね、行っちゃいっちゃい、どこにもうお湯はいいかな、もうお湯はいいだよな、もう火は止めるだろうな、ね、静寂が参りました、静寂の中、ここアメリカ大統領官邸では、官邸じゃない、ホワイトハウスでなんかブラックハウスとかいうのもあんのかね、ブラックスワンなんているよね、ここら辺あの白鳥が飛んでるんですよね、よく昼冬か、遠いところから来てくださってね、白鳥さんが遠くからマイクロバイオームを持ってきてくれるんですよ、鳥インフルエンザなんですけど、インフルエンザ以外のものを持ってこないわけねえじゃないかな、本当にもう日本というか世界のそういう人たちはアホばっかりでさ、だって鮭なんて海を泳いで海の中の細菌たちをずーっと体の中溜め込んできて、それ細菌、いろんな意味の細菌ね、マイクロバイオームを持ってきて僕らの食卓に上がって僕らの体の中に入ってきてくれるわけでしょ、あんた鮭の卵なんか食うじゃないかよ、生でそのまんま、とんでもないことなんだぞ、なんかそれをその体に害毒がなければバイキンいないと思い込むっていうのはね、バイキンいない、バイキンっていうのはそもそも
売品とか細菌ってなんかそもそもなんか悪いことをする人ってイメージが強くない？っていうかそうだよね。だからそれ間違いだよね。悪いことしなくたっていっぱいいるんだから、偶然悪いことしてたり偶然その人にとっては悪かったりするけど、必ずしもみんなそうだとは限らないわけじゃない。もしかしたらプラスになってるのかもしれないし、もしかしたらもっとひどいことになるのかもしれないしさ、それは分からんわけじゃないかな。それをなんか人間様はみんな知ってるなみたいなこと言ってさ、最新の研究ではバーカバーカって言うな。最新の研究、最新の研究って言ってもう今までやってたことはみんな嘘でしたって言ってんだからさ、私たちは何も知りませんってまず言いませんよ。だからいろんな本の中でも私たちは何も知りませんっていう観点で書いてない本が僕は信用しないよね。それを身近に言うとあのちょっと嫌なことがあるんで、あれこの鍋ちょっとなんか汚れとるおいおいなんだよ、ちゃんと洗ってねえのか、これが悪いんだ。はい、もう大丈夫ね、こんなもんだ。まあ、お肉麺ってのは基本的に根菜だからね。あ、行こう、大根欲しいですよ。大根、大根、大根。竹大根があるんですかね、この人。こんなでいい。もう鮭いいかな。鮭は表面乾いて底が乾く前に返してやらないとダメだよね。このぐらいはいいでごじゃろう、いいでごじゃろう。でこっちね、鮭を見ましょう。レッドスネークカモン。ね、表面変えてみましたから、昨日はここにオリーブオイルを入れて、ごま油入れましたけど、今日はまあ今入れてますよね。後で考えます。まずはこいつ見ないかな。はい、おにしめが始まります。これでもう一旦こちらですが、一段落見つけた。なんじゃそれ、肉団子は一回できた。この肉団子の目が好きでね、俺やっぱこういうあのレトルトの、よくみんながこんなもん食べちゃダメよなんて言う人いるけど、うめんなもんね。でもこればっか食ってるとあんまり良くないからね。うまいものはうまいですけどね、人生ってはそういうもんだ。あ、人生も出ましたね。人生出ましたよ。はい、人生出たところで沸騰するのを待って鶏肉を入れましょうかね。もうちょっと入れないですね。そこからあのほぼなくなるまで煮込みますからね。これガラガラっていったところでどんどん鶏肉を入れて、美味しく美味しくなってもらいましょうね。ちょっと出汁入れておきましょうか。
あ、ここも自由だ。昆布はね、これ使います。これ僕大体この昆布、結び昆布って呼ばれてる昆布の一派ですけどね。昆布の一派、最初に戻しときゃよかったね。でもこの人たちはあれですよ、大変よろしいですよ。うち豆みたいな豆系に入った方が美味しいんだけど、買うの忘れてました。ハーフユーカイ、こういうの開かないの苦手でさ苦手でね。巻き昆布ってのはこういうこれからほどいて巻いてますけどね。昆布巻き作るときとかに使いますよね。昆布巻きは昔よく作りましたよね。こんな感じになってて薄いんだけど、密閉しないでね、乾いてバリバリになるから密閉しておいた方がいいですよ。こう広がりますからね、広がるんで、広がった人をこう巻いてあげて、本当はちょきっと、でこれをこうくるっとね、もうなんかグラグラってきてる。まあこんな風になってなくてもいいか。うん、めんどくせえ。チョキチョキと切って入れちゃいましょう。でいくんですよ。もうこれでいいや。はい、入って入って。片方使ってください。こうなんか粉みたいなのがさ、僕好きなのね。これ洗わない。いつも洗わない。いつも洗わない。これ海からマイクロバイオームが粉になってきてますからね粉の味が出ていいですよね、絶対ね。はい、はい、すみません、回し出しました。まあお弁当でだけなんでね、いつあればいいでしょう。それでは、ストラお決まりのウィンナー3つね。生でも食えるもんでも、こっち側が今一生懸命な、あおガラガラと、ちょっとガラガラと煮立ってくれないと始まらないね。この多いと肉をどのぐらい入れようかな。これ安くなってて685円、じゃあ300円分ぐらい入れようか。よいしょ、
それはいつも言ってるけど、デバがいいですよね、デバ、デバ。デバ、デバ。食べる時のこと考えると、これよりもう半分ぐらいの大きさの方がね、美味しいっていうか、食いやすいですよね、これね。はい、こっちもね、我々ラテニエで来ております。うん、魚が焼けてきてますね。よし、はい、魚が、うん、大きめかな。うん、あ、うまそうだ。うまそうですね。はい、おしまい。魚は OK。はい、でこっちがですね、味付けに入らないといけないね。こっから全部煮込むんだからね、大したもんだよね。まあそのぐらいちょうどいいやつですけど、味を見て、うん、美味しい。いい方向に行ってると思います。もうこれ弱火でいいね。ごめん、弱火でいいです。軽く少量をつけておきましょう。最後にまた味調整しますけれども、このまんまクツクツと言ってもらいましょうかね。クツクツ、昆布をちょうどいいね。はい、で味噌汁組に始めてもらいましょうか。うん、うまっ。これだけでいいやな。ここはね、よし、向こう側に火がついて、ここではこうなってしまうね。
今日は松の白子ね、白子に、豆腐でネギ散らして味噌汁と。ゆずりに参りましょうかね。若干美味しいよね。ここはちょっと高めのよりの。まだ高いけど、随分安くなりますよね。これ前は400円超えてた、500円ぐらいしてたから、今350円だね。マダラの白子ね。これもここで切っちゃダメですよね。ちょっと煮て固まってから切らないとみんな溶けちゃうから、それは分かんなかったの。昔はいつもここで切って、南高羽根の煮るとみんな堂々なんだよね。どうしたんだかねこれ、またいうような感じでしたけどね。もう煮ちゃうかと、ね、そうしよう。ここは全部やっちゃいましょう。白子はもうこの味楽しみたいから、あんまり野菜いっぱい入れないですよね。あとこの味を楽しめるわけです。楽しめばあとはそっちでいいでしょう。よいしょ。はい、この人たち入っておしまいね。おしまい。ね、これ今そこで布団に向かってますから、もう一ぐらい作ろうか。ここももお弁当のおかずが一品ぐらい作れますね。何しようかな。ただ炒めるか。肉をちょいちょいってな。で、サンチェと合わせると、なんかちょっといいじゃないっていうんじゃないか。よし、サンチェはまだ決まってね。ちょっとネギが最初に切っとかないとダメかな。ネギネギ。はい、ネギネギですね。青いところがあった方がいいけど、まあいいですね。ないのもいない。ないですから。ないものをねだらない。あー、カニ欲しい。カニはどっかにあるんだよな、ケンカのどっかに。別にないもんじゃない。ここにあるものってもう使っちまうもんな。ないものをねだらないって変だね。ないものしかねだれないよね。あ、いい言葉だ。ないものしかねだれない。あ、今度からそれ使おう。あるものは使っちゃう。あるものは使っちゃう。ないものしか寝られない。え、なんだっけ、そもそもなんて言葉だったんだ、忘れちゃったぞ。はい、沸騰してます。いつも迷いますけど、やっぱり出し入れちゃいます。ガンガラ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 。はいよ、シルバー。見たことないんだよね、ハイオシルバーってやつね。これをこう後でハサミで切りますからね、切って入れるとダメね。これね、ほら、これは脳みそですよ。小さい頃脳みそだとばっか思ってたけどね。魚ってでっけんだな、脳みそは。うっそあの脳みそみたいなやつって言ってたんだけどね、本当に脳みそだなんて思ってませんよ。あ、美味しい。里芋ってのは本当に煮物の中で結構特別な味になりますよね。あ、アクア出てきましたね。アクアルンプール。なんでアクアルンプール違うよ。イスタンブールだよ。僕はイスタンブール思わないよね。ガンガガラガラガンガガラガラガンガガラガラ
今日土曜日。おう、もうこんなでいいの、勘弁してくれ。あとは勘弁、ね、もうちょっと煮たところで、もう随分いい感じじゃないですか。もうちょっと固まるね。もうちょっと固めましょう。はい。で、その間に、はい、その間に、豚でもバラ肉焼いちゃおうか。なんかそういうのないと寂しいもんね。豚でもバラ肉焼いちゃおうか。味噌汁味最強の回路か。肉がね、もうそろそろ時間切れに近いんで、ちょっとこうやってね、ちょりちょりと焼いていきましょうか。肉だけは強くショルダーにしてるんですけれども、大事なことはね、今日はちょっとあんま酒は入れないで小やじにだとしてるんですけどね、小やじにするときは必ず砂糖入れてやらないと美味しくないですよね。糖質制限に歯向かう気かね。ちょっと多いかな。まあいいよ。まあ血糖値高くても人生知らないからよ。ね、肉汁がみんなこう下降りてるんですよね。どうがこうなったら、
高いところがあってもこれでもうみんな見込まれてるからね。うん、ちょっと甘すぎるぐらいだ。なんかご飯のおかずに合いそう、これ甘くてうまそう。やっぱりきつねと酒が合うね。チャイもつまい。まあ、お寿司の方がもういいね。弱火すぎかな。この辺は沸騰させない方がね、美味しいですうん、うわ美味しいね。白子の味が上がってきてて、これすまし汁も美味しいんだよね。うん、どっちも美味しいんだけど、僕は味噌の方が好きなんで味噌にさせていただきます。すいません、名前切っちゃいました。ありがとうございます。何やねん。アザース、あれ誰作った言葉の？アザースってねえ、なんかいいよね。アザース、ちょっとこう、僕は朴訥で何もできませんけども、精一杯の感謝を示しています、そういう感じがするよね。アザース。味噌汁さん、ありがとうございます。なんて嬉しいよね、こう食べ物子さんがこうできていくところってね。ありがとうございますって感じだよね。あー、この味噌甘めですごくいい。うん、もしかしたらこの味噌はシカゴと担当の味噌汁のためにこの店を受けたんじゃないか。もう一人たちのね、うん、ちょっと味噌の、うんうんうん、ほらこっちもテリテリで美味しそうでしょ。牛肉じゃない、豚肉じゃねえや、ね、まだ豚肉だよ。はい、じゃあこっちは、おお、どん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 頑張ってますね。まだしばらくだね。うん、まだしばらく余裕ある。どんなだろう。昆布。うん、うまい。ちょっと強火にしようか。
つも強火でドーンっていきますね、僕ね。カム調子いきすぎちゃうからな。あ、いけない。うまい、いけない。うん。どうしようか、どうしようか。うまい。うん、最高だ。煮しめも。いくぞ、これで。で、これが肉ですね。お肉さん、お肉さん。お肉さんがね、できてますね。すごい照り照りで美味しそうだね。まあ、これ嫌いな人は嫌いですけどね。俺は嫌いだよ。うまいことなんかできるんですよ。まあ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 。人生嫌われてなんぼよ。そんなことねえよね。で、昨日食べて余ったサンチがあるかな。一緒じゃない方が良さげだね。こうやってね、こうやってなかなかいいじゃん。で、味噌汁と蒸し肉。お煮しめくんまだちょっと時間かかりますね。みんなあのこの子たちのあの身長と同じぐらいまでなって、そしたら味決めちゃいますんでね。まだ多分かかるんじゃないかな。ああ、ちょうどいいお味だなこれな。大根なんかもな、もういいかもな。ちょっと白気が多いけど、これで決めちゃおうか。味、大根があんまり煮えると美味しくないからね。じゃあ味決めて、これで半分したところで終わりにしましょう。やっぱり煮詰めた味決めるところが一番めんどくさいよね。どのぐらいの味にしていいかよくわかんないから、あんまり濃いと悪いし、あんまり薄いとまた面白くないし、俺の趣味じゃあともうちょっとあれだよな、こういう味だよな。ちょっと食べようかな。砂糖あんまり入ってね、甘く軽くなるから嫌なんだけど、入らないで入らないで濃い味になってくれないから、これは面倒くさいですよね。今ので随分甘くなったんで、醤油入れちゃいましょう。あ、美味しい美味しい。いいかもしれないな、このぐらいでな。弱火だとじっくりあの柔らかくなるけど、強火だと一気にドズンっていってくれるんで、ごま油ちょっと入れるね。ごま油と入れましょう。
なんでこうやるんだろうね。よくわかんないんだけど、いつもやってます。美味しいかも。絶妙な味かも。食ってだろ。もうちょっとだけ汁飛ばして終わりにしましょうかね。僕は好きなんだけど、みんなベーコンの味になっちゃうよね。みるみる間に減っていくよね。もう半分、もう随分いってるもんね、減ってね。多分止めて味しみると正直でしょう。多分しまい。もしばらくこのまま行きましょうね。味が染みるからね。その前にちょっとだけ味見しようかな。ちょっとだけ味見とかいいのかね。全部食っちゃうのは毎度の通例です。これちょっとだけ味見じゃないよねいいんだよ、ちょっとだけなんだよ、これが。ちょっとだけよ。カトシャってどうなったろう。いい意味。あ、味噌汁もうまそうだね。ちょっと、ちょっとだけ味にしようかな。ちょっとだけよ。なんか食うのがもったいないよ。はい、今日の、あ、豚肉もちょっと食うかな。こうちょっとだけ味見よう。なんかもうわさびし始まっちゃうね。なんか今日の朝飯ですご飯いらないね、これだとね。多分味噌汁と煮しめおかわりしますけれども、今日の朝ごはんはこんな感じ。はい、じゃあ皆さん今日ももう5時半だよ。うん、頑張るぞ。じゃあみんな元気で。